サルト県はフランスのペイドラ・ロワール地域県にある県。県名はサルト側に由来する。1789年12月22日の法令によって2つの県に分割された旧名ヌ州の東部をもとにして、フランス革命期の1790年3月4日に設立された。同州の西部はマイエンヌ県となった。 サルト県の地図ペードラロワール地域県の北端に位置し、バスノルマンディ地域県の南、アルモリカ3階の南園にあたる。オルヌ県、ウールイコールイコールロワール県、ロワールイコールイコールシェール県、アンイコールイコールロワール県、メーヌイコールイコールロワール県、マイエンヌ県と隣接する。県の南部、ロワール川谷沿いは、アンジュの一部とみなされており、 メーヌアンジュバンとも呼ばれる。県は、ロワール渓谷の入り口、西のアルモリカ3階と東のパリボン地の間の移行地帯に位置する。4カ所ある国有の森とともに、面積の多くが森で覆われており、農村部が主体である。県西部は、アルモリカ3階の東端にあたり、本質的にカンブリア期に生じた砂岩である。知れる、ギオーム周辺では、 カンブリア紀以前の変岩である。残りの面積はパリボン地に地質的に含まれる広大な体積岩である。主に霊岩と石灰岩で構成されるジュラ紀の地層は県北東部で見られる。面積の大部分は白亜紀の初期セノマニアンにできた。県の北端にあるビラーヌラカレルのベルベデールドペルセにニは県の標高最高地点。 標高340メートルである。ロワール川は県を横断していないが、サルト県はロワールの流域となっている。水路はほぼ4000キロメートルになり、県には3つの主要河川で構成された、非常に密な河川のネットワークがある。県南部を100キロメートル近くにわたって、支流のロワール川が横断する。川は、ポンセシュルルロワールで県に入り、バズージュシュルルロワールで県から出る。 県名の由来となっている、サルト川は北部を流れる。ケントルマンでは、ユイヌ川が流れる。満州海峡と大西洋に近いため、サルトは海洋性気候である。しかし、海の広配置であるため、県はいくらか大陸性気候の影響を受けており、沿岸部より、降雨量が少なく、夏は暑い。 経済は1854年の鉄道の開通と1989年の TGV の開業によってルマン地域を中心に発展してきた。道路ではオートルート A11 が1978年にパリからルマンまで開通し、サルト県はフランス西部への玄関口という性格を持つこととなった。サルト県は375のコミューン、40のおごり、 三つの文で構成される。人口が五千人を超えるコミュームは以下のものである。レマンズ。サイトウェブテンプレートでは、アクセスデート、イコール引数が必須です。クーレインズ。サイトウェブテンプレートでは、アクセスデート、イコール引数が必須です。ラフレッシュ。サイトウェブテンプレートでは、アクセスデート、イコール引数が必須です。ジェインチ サイトウェブテンプレートではアクセスデートイコール引数が必須です。セイブルシュールサート。サイトウェブテンプレートではアクセスデートイコール引数が必須です。マーメス。サイトウェブテンプレートではアクセスデートイコール引数が必須です。アローン。サイトウェブテンプレートではアクセスデートイコール引数が必須です。ハーノイージ。 サイトウェブテンプレートではアクセスデートイコール引数が必須です。ラファート・ベルナール。サイトウェブテンプレートではアクセスデートイコール引数が必須です。ありがとうございます。